どうも、K です。今日は七夕の購入したグッズ紹介しようかなと思います。まず一つ目なんですけど、七夕の湯飲み買いました。七夕だからかな、まあ日本の伝統というかわからないけど、いつもマグカップとかが多いよね。だけど湯飲みって珍しいなと思って買っちゃいました。すごい竹をイメージしてるのかな。中もなんかそのような感じしますね。まずデザイン可愛いから、可愛いし値段も1000円だからいいなと思いました。使っていこうかなと思います。2番目のグッズがウォッシュタオル。メインアートがデザインされているタオルです。値段も結構ね、700円でお手頃で、最初のフェイスタオルと悩んだんですよ。光る、夜暗いところで光るタオルかな。それと悩んだんですけど、なんかそれ洗濯したら、なんか光るのがちょっと落ちてくるみたいな、そういう感じのちょっと注意書きあったんで、それだったら、その色落ちとか、その光るとか関係なしに値段もこっちの方が安いので、デザイン自体メインアートがいいよね。こちら購入しました。で、続いてなんですけど、ミニーちゃんのぬいぐるみバッジ購入しました。もう七夕のこの織姫のデザインなのかな、もうミニーちゃんらしいというか女の子らしいデザインだなと思って、もう即一番目にこれ購入しようって思いました。で、ここで3000以上購入して、そのディズニーランドの方でもらったウィッシングカードですかね。このカードが3000以上買うともらえるんですよね。で、ディズニーランドとシーで違うんですけど、ウィッシングカードを無料でもらえるやつがあるんですけど、で、3000以上購入するとこれがもらえて、そのラメっていうのかな、キラキラしてるの見えるかな、これがついていてちょっと豪華になってます。裏がチップとデールになってます。ディズニーシーでその3000以上購入するとミニーちゃんとクラリス、表ミニーちゃん、裏クラリスのがもらえるそうです。あとレストランとかでその食べるとまた違うイラストのミッキーとミニーとかがもらえるウィッシングカードのもありますね。個人的には七夕グッズはこれで終わりかなって思うんですね。正直夏祭りのグッズもあるから抑えているところあるんですけど、ウィッシングカードのミッキーもらっちゃったらミニーちゃんも欲しくなっちゃうんですよね。個人的には七夕のパスケースが欲しかったんですよね。ファッショナブルのパスケース買えなくて。だけど2日で売り切れって、まあ短いシーズンだけど、なんかでも平日しか、月曜、なんて言うんだろう、平日に販売して土日しかインがパークに行けない人がかわいそうだなって思って、ファッショナブルイースターもなんですけど、ちょっとその辺はオリエンタルランドも転売と代行についてちょっともうちょっと考えてほしいなと思いますね。現状なんか2日で完売っていうのは、まあ仕方ないっちゃ仕方ないけど、ちょっとどうかなと思います。で、続いてなんですけど、この前の動画で紹介した七夕のスーベニアのグッズです。グッズというかカップですね。なんか去年が湯飲みみたいな形だった記憶があるんですけど、今年は違うんですね。個人的にあんまりスーベニア買わないんですけど、なんか七夕の衣装可愛かったんで買っちゃいました。棚とかに飾ろうかなと思います。ここから七夕以外の購入したグッズ紹介しようかなと思います。まず1番目に実写のフードタオルです。決め手となったのが本当に実写っていうのが一番ですね。なんかリゾートじゃないと実写のグッズって買えないじゃないですか。そのやっぱりアニメじゃなくて、まあ、実写っていうのが一つ購入したきっかけですね。で、あとやっぱりこういうミッキーとかミニーちゃんとかのデザインも可愛いし、やっぱりリゾートならではのエリアとかアトラクションだったり、そうですね、マーメイドラグーンとか、そのスプラッシュマウンテン、そういうのも決め手でした。今後の
夏にパークに行くときには使えるんじゃないのかなって思います。必須品ですね。で、続いてちょっと汚いんですけどごめんなさい。続いて購入したのがこちらになります。グーフィーのサングラスの T シャツです。スクリーンデビュー日で行ったことは行ったんですけど、思えばグーフィーの T シャツ持ってなかったと思って、最近これ販売されてなかったんですけど、夏最近かな、うん、販売されてなかったんですけど、販売しだして、あ、ちょうどいいなって思って、虹のグーフィー、虹最近出てきてるレインボーシリーズのグーフィーの T シャツもいいかなって思ったんですけど、こっちの方が個人的に好みだったのでこっちにしました。このサングラスシリーズ本当に自分大好きで、全種類いつか集めれたらなと思います。ランドのエントランスで会える衣装になってます。で、来年この T シャツ着てグーフィーのスクリーンデビュー日の動画あげれたらなと思います。個人的にはランドと、またパイレーツのサマーのグッズもあるし、ディズニーの夏祭りのグッズもあるんで、今回ちょっと抑えめにしてます。あと七夕のイベント中でショッピングバッグも変わってます。ディズニーのランドの夏祭りと、そのパイレーツサマーシーのパイレーツと、裏側はニモ&フレンズシーライダーとなってます。個人的にはやっぱり一番というか、一番欲しかったのはこのユンビで、二番目に欲しかったのが七夕のパスケースだったんですけど、パスケースま、でもパイレーツさんはでもまたパスケース出るから、個人的にはその年パスは入れないんですけど、フォトキーとかファストパスとかに入れるのにパーク用に1個欲しいなと思ってて、ずっと買えてなくて、今度こそ買えたら買おうかなと思います。まあ、パイレーツ様の実物も見てないんで何とも言えないんですけど、まあ次はないんじゃないですかね。これでまたパスケースが売り切れたら、みんながパスケース好きなのか転売のカモになってるのか、どうやら。ただツイッターでちょっと検索した時に、七夕のパスケース検索したら、七夕のパスケースはメルカリに集約されましたって書いてあって、あれはちょっと笑っちゃいました。以上です。七夕のグッズ、よかったら参考になればと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ミッキー、そろそろちょっとご挨拶の前にお洋服直してきて。そうそう、キュッと。レッツゴー。